新年明けましておめでとうございます。今回の話題を狙いたいと思います。これやっぱりあの2021年いい年にしていかなきゃいけないスタート、はい、皮切りにもうギョギョっていうぐらいのどでかい話題狙いに、ちなみにここは今日は今日の横須賀にあります稲の丸さんにお世話になろうと思いまして、そろそろギョギョっとさせないといけないってことで、そうですね、スペシャルゲストかご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけど、釣りといえばという方をご紹介いたしましょう。こちらの方でございます。どうぞ。おはようございます。おはようございます。来ました。ダイワの田淵プロでございます。おはようございます。田淵さん、おはようございます。いや、もういつも BS でもお世話になります。ありがとうございます。今日も一生懸命タモイで頑張りたいと思います。よく言います。本当にあの BS に行ってるね、釣りバカ対決の時はサポートメンバーみたいな形でね、はい、あのお助けプロで毎回お世話になってましたけど、今回は改めてですけど田淵さんの、はい、技を伝授してもらいつつ技を見たいと思って。本来のここ猛暑の方がね、どうやって釣られてるのかって見る機会なかったですね。専門的にこれ得意だぞって何なの？まだ一瞬。釣り歴で言ったらどれぐらいですか？釣り歴はもうなんか母親のお腹の中にいる頃からやってたらしいんで。ネタ持ってますね。最大のマダイってどれぐらいの記録を持ちますか？残念ながら10キロ超えたことなくて、10キロ、いや 8.7 っていう、うわ、目方で言うとですね90センチ超えぐらいですか、ね、もうちらもこんな体高も、そうですね、なかなか1.8 おー、いいですね、いいですね。今回はタイプルバスやったら、はい、はい、はい、タブさん、こませまだい、こませまだい、ちょっと僕あんまり釣れた思い出がなくて、青物、稲田マラシャとかはかかってきてるなとか、はいはい、まあ五目釣りみたいなイメージもあるんですけど、マダイがね、やっぱり狙ってる勝負が下手くそなのか、いやいやいや、とりあえず、一番でかいのが釣れた人が勝ちですか、まあ、それが田淵さんになるのか、中川さんになるのか、私、松永になるのか、これ2021年の運命が今日ここで決まります。あれですか、初めてのプロ同士の対決ですか、はい、あ、すいません。2021年1月1日からですね、ダイワさんと契約させてもらいまして、あのこれからのプロとは言いませんけれども、あの少しずつ勉強しながらですね、一アングラーとして全力で頑張っていきたいと思いますので、どうぞご支援よろしくお願いいたします。ダイワのこうプロアングラーとして契約した方ってさ、はい、どんなライフワークが待ってるんですか？ただの釣りバカっすね。皆さん本当に釣りバカなりましたからね。本当ですよ。ゼロから田淵さんとかと番組させてもらいながら、先生師匠って言いながら学んで学んで学んで、今後20年以上頑張りますから。秋丸ちゃんもそうです。だからみんなこう春山さんともだけど、少しみんな勉強されながらトップに上がってるわけです。秋丸ちゃんの後輩になるんですか？そうですね。あの秋丸ちゃんよろしくお願いします。姉さんって呼ばなきゃいけない、ね、秋丸姉さんの技を全て盗み取ってやろうと思ってますので、元小島玲子プロの技は盗み続けてきましたんでね、皆様に少しでも釣り場が増えていただけるように、愛してもらえるように頑張っていきます。田淵プロ、本日はお世話になります。今日よろしくお願いします。今回使用するのはこちら、このリール、シーボーグ 300J、はい、田淵さん解説お願いします。シーボーグ 300J がですね、フル新型でリニューアルじゃないな、フル新型、新登場。おお。スピード、パワー、ともに申し分ない出来栄えで、なおかつね、フォルムが今までの 300J より若干ロープローになってるんですよ。なので、ワンハンドで握った時にすごいしっくり握れる。松永さん、もともと手が大きいですけど、私そんなに手大きくないんですけどね、それでもスッと握れる、もう電動リールとは思えないようなコンパクトサイズで、はい、スピードもパワーもしっかりやってます。マダイ釣りはもうマダイ、ワラサ、この辺のクラスには全然問題なく使える電動リールになります。東京湾相模だったらほぼほぼそうですね、いけますよね。イカも使えます。いや最高、ヤリイカ、はい、P3 号が 400m 巻けます。4号だと 300m、 このラインキャパなんで、はい、スルメイカだったら4号、カマセマダイ、ワラサもまあ4号あたりが
ですかね。あとはまあ3号を巻いて 400m、 もういろんな展示の釣りができますんで、じゃあ新しいものに変えてみる、そんな必要ないんじゃないかじゃなくて、使ってみて、はい、うわすごいっていう実感をねしてもらえたら嬉しいですね。ぜひとも体感していただきたいです。ちょっと今日これうなります、シーボク300でうならせます。俺も筋肉の無駄遣いしませんから頑張ります。魚をつけて遠くに行かせて、で
悟りの後にうろうろしてる餌を探してるであろうタイなりワラサなりを食わせる。海なんか見えてますか？いや、想像です。想像しながらやるのが 3D ですから、この釣りは。そうですね。はい。すごいっすね。すっごい、ロッドがやられたらもう。楽しそう。太め針はデカめっていうのがだいたい漁師さんの考え方なんで、これでどんどん肩を大きくしていく。はい、そうだけは下げていけばいい。お、下に行ってるぞ。はいか。いやいや、青いぞ。全然青いぞ。全然青いよ。下に潜るような姿勢なの。で、針をでかくしても飲んでるぞ。ないじゃん、君。マダイがかかったら当たりってわかるんですか？やっぱり違います。いいな、私も当たりはわかんないかもしれないけど、引きが違いますよ。あ、引きが違う。いやー、稲さん来ました。どういうふうにすればなんかマダイが来るんですか？イナダを釣り切ることですね。まずこの下にいるイナダをまず全部釣り切っちゃう。いたらもうイナダが来ちゃうんって。意外に潮の変わり目とかそういう時にタイの食う時間帯来るんだけど、タイが食う時間帯になるとイナダとかを蹴散らしてタイがガーッ来るから、これが釣れなくなって餌が、つけ餌が残るようになってくるんですよ。そこチャンス、タイ狙いの。おー、これです。28ぴったり。ハブさん、めっちゃ綺麗だな。ねえ、これ美味しいっすよ。すごい。まあ、すごい技なんですけど、ガンダムアウターズで、まあ、稲田の層、下の層で、タイが食うよっていう時、糸が沈むんで、結構タイに有効だったんですよ。皆さん、これがみんなと違うところなの、ハブさん。試して絶対に物にするっていう。だってみんな稲田しか釣れてないのに、多分本命あげんだもん。すごい技を言いました。あけましておめでとうございます。